韓国政府が国民に嘘をついてることがバレました。韓国政府報道官が記者にまさかの事実を突きつけられてしまいました。2023年2月15日、韓国政府が徴用工に関する記者会見を開いたのですが、その際韓国メディアの記者が驚くべき質問をしました。日本から5億ドルをもらっていたのに元徴用工の被害者に渡さなかったよね。それを政府はどう思ってるの？と彼は日本の立場での意見を率直にぶつけたのです。まさか海外の記者や日本人側の質問ではなく国内からそういう声が出るとは政府も思いもしなかったでしょう。これには政府側は一瞬固まって言葉を詰まらせたそうです。さてこの後政府側は何と言い訳をしたのでしょうか。というわけで今回は元徴用工への賠償問題を問いただされた韓国政府とその対応について詳しく見ていきましょう。では行ってみましょう。まず元徴用工への賠償問題について簡単におさらいしていきましょう。元徴用工への賠償問題とは、2018年に韓国の最高裁判所が日本企業に損害賠償を求める裁判を行ったことです。戦時中、日本の統治下にあった韓国民は労働力として強制労働させられていました。そうやって企業の炭鉱や工場などで働いた元労働者は数多くいます。国民徴用令の適用で徴用された人たちや軍人や労働者、慰安婦として動員された人たちなどのことですね。もちろん全ての韓国民ではなく、中には会社側の募集に応じた人もいます。つまり強制的ではなく自主的に働いていた韓国人も多くいました。しかし戦争が終わった今となっては全て強制だったと言っているんです。そして元徴用工の賠償請求訴訟では、三菱重工など日本企業に対し賠償を命ずる判決を行いました。さらに韓国側は日本企業の韓国内資産を差し押さえて売却する現金化の手続きを進めていました。この資産売却命令が確定すれば、日本企業が韓国国内で持っている特許や株など約1億円が3ヶ月ほどで現金化され、元徴用工への賠償に使われていたんです。もし現金化が決行されれば我が国への大きな打撃になるのは目に見えていますよね。ただ実際には自分の意思で働いている人も多かったため、このような措置は問題があると言えます。この裁判で日本政府は、元徴用工問題は1965年の日韓請求権協定で最終的に解決済みとの立場で一貫しました。ですが韓国側の判決は国家間の約束を覆す国際法違反と主張していたんです。実際にこの日韓請求権協定は、請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたと明記されています。つまり本当は全て解決したにもかかわらず韓国が反発し続けているという状況です。そんな元徴用工への賠償問題によって、その後日韓の関係は最悪となりました。結果として日韓の関係の修復は不可能とまで言われています。正直日本としては1965年に一度謝罪として5億ドルの経済協力までしているので、これはもう終わった話です。それなのにさらにお金を要求するのはおかしい話。そこで2022年に就任したユン大統領は、日韓関係の最大の懸念となる元徴用工問題についてある解決策を打ち出しました。ユン大統領は賠償金について、韓国の財団が肩代わりするという解決策を提示したんです。ただこの解決案は韓国国内でも賛否が分かれています。これじゃあ日本にお金をもらっていないなどの意見も見られたようです。特に韓国政府は、裁判の原告となっている元徴用工及びその遺族には納得できる説明をする責任があると考えているため、最終発表する前に彼らとの面談を行っていたんです。政府としては穏便に国民をなだめようと考えたんでしょう。
2023年2月28日、韓国のパク・チン外相は、ソウル地方弁護士会館で行われた、外交部と元徴用工遺族たちの面談で、面談前に、記者に向かってこう語りました。元徴用工の遺族の方々にお会いし意見を伺い、望ましい解決法案を立てるため、直接この場に来た。2018年に裁判を行ってから2年、韓国のムン・ジェイン前大統領は、日本との交渉に一切動きませんでした。その理由としては、国民世論の理解が得られていない。などという理由で、あっさりと反対されたんです。そのため、現金化に向けた司法手続きが進んだようですね。日本企業の特許や株が現金化されれば、国交正常化の前提が崩れ、関係修復が困難になります。こうして、ムン前大統領ですら放置したこの問題に、今回、ようやく動きが出たと記者も詰め寄りました。もちろん、この政府案に対する遺族の反応は、肯定的なものもあれば、否定的な意見もあったといいます。実際、この解決法案は、裁判に勝利した15人中10人は賛成しているんですが、残りの元徴用工ら3人と、2人の遺族は受け取りを拒否しているんです。しかも、彼らは、日本は詐欺師集団だと言い、未だに拒否をし続けています。ところで、この面談が行われる前に、実は、意外な出来事があったようです。それは、2023年2月15日、韓国政府が記者会見を開いたのですが、その際、韓国メディアの記者が驚くべき質問をしました。日韓請求権締結当時、日本は被害者個人に賠償するという提案をしていました。しかし、それを拒否して、政府が請求権資金を受け取り、経済開発に使用しましたよね。韓国政府は、この事実を認めているのかどうか知りたい。つまりは、日本からお金をもらっていたのに、被害者に渡さなかったよね。それを、政府はどう思ってるの？と、その記者は、日本の立場での意見を率直にぶつけたのです。まさか海外の記者や日本人側の質問ではなく、国内からそういう声が出るとは、政府も思いもしなかったでしょう。先ほども話したように、1965年の日韓請求権協定で、日本側は5億ドルを韓国に渡しています。しかし、実際、そのお金が当事者に渡っていないという現状だったんです。そこで、不思議に思った記者が聞いたという流れですね。これには、政府側は一瞬固まって言葉を詰まらせたそうです。その後、この質問に対し、政府側はどう返したかというと、強制徴用被害者たちが受けている苦痛と痛みが解消されるように、日韓両国政府間でお互いの共同利益に合致する合理的な解決策を模索しているところだ、と回答したんです。それっぽいことを言っているように聞こえますが、記者の質問の答えになっていないですよね。この記者はさらに、事実関係は事実と認めているのか？と再度問いかけたんです。しかし政府は、先ほど申し上げた回答に返させていただきます、と述べるだけでした。その後も記者が何度質問しても、政府は明確な回答を避け続けたようです。その結果、記者会見は何も解決せずに終了してしまいました。もちろん、お金をどう使ったなどと話してしまえば、それこそ国民からの反感を買うことになってしまいます。それもあって、政府側は回答を控えさせてと言ったのでしょう。このような質問が出てくるとは、韓国側の意識も少しは変わった人もいるということですね。実際に、元徴用工への賠償問題について、日本側が堂々としているのを不思議に思う国民も多いでしょう。実は、2023年1月にも、日本が徴用工問題で堂々としている理由という投稿に、様々な意見が寄せられていました。先ほども話したように、1965年に日本政府から韓国政府に保証金が支払われました。ちなみに、この5億ドルは当時の韓国の国家予算を軽く上回っています。金額も金額ですし、この請求権問題は完全かつ最終的に解決されたと認められました。そのため、政府間の約束事である請求権協定では解決済み、一方、
保証金の恩恵を受けない韓国の最高裁としては未解決となってしまっていたんですね。そして日本側としては当然当時に支払い解決済みであるとの立場です。なので新たに保証金を出すことや謝罪するなどは絶対に認められませんよね。しかしここで先ほどの記者の質問にもあった当時もらっていた5億ドルの行方、実は韓国政府は受け取ったお金を徴用工たちに分配せず経済発展のために使い尽くしたとのこと。その多くは高速道路や鉄道、製鉄所の建設などインフラ整備に充てられていたんです。当時のパク・チョンヒ大統領はこの資金も活用してハンガンの奇跡と呼ばれる高度経済成長を実現しました。韓国政府も日本が一歩も引かないと理解しています。しかし過去にお金を使ってしまったという事実もあり、やむなく韓国財団がお金を出すという第三者弁済の解決策を出したのでしょう。実際このお金は同国の政府傘下の支援財団が受け皿となって支払うことになりました。しかも賠償の支払いに充てる資金は製鉄会社や道路公団などの公共企業から募るとしています。つまり過去に経済協力の恩恵を受けた公共企業が韓国政府の傘下にある支援財団へお金を寄付し支払うことにしたわけですね。またこの解決策を肩代わり立て替えと韓国側は言っていますが、勝手に使ったお金を返しているんです。借りたものは返す、当たり前のことですよね。何度も言いますがあくまで日本は解決済みなんです。これからは韓国に対してしっかりとした態度を保ち一貫して対応することが重要です。日本はすでに責任を果たしていますからね。さて韓国は2023年3月6日にこの第三者弁済解決策を正式に発表しました。パク外相はこの発表の時、両国の反目と葛藤を乗り越え未来へつながる新しい機会になることを願います、そしてこれが最後の機会だと思いますと話したんです。さらに厳しい国際情勢の中で韓国が大局的な決断を下したと強調しており、国民の理解を求めました。何としてでもこの辺りで決着をつけたいという韓国政府、ひいてはユン大統領の決意がうかがえますね。どうして今更こんなことを言い出したかというと、元徴用工の高齢化も関わってきています。現時点で支払い対象の15人中生存しているのは3人だけです。ただ元徴用工が年老いたからといって全て終わるわけではありません。実は韓国国内では政権が思っていた以上に強い反発が起こってしまいました。原告側には賠償には日本の企業も加わるべきだと言って立場を崩していない人が5人もいるようです。でも日本がそれを行うと解決済みという原則に反することになってしまいます。なので韓国側はその5名に対して韓国財団がお金を出すという方向で妥協してくれないか交渉をするしかないんですよ。もちろんこの法案に妥協してくれた人もいます。解決策に反対していた5人の中に生存していた元徴用工3人がいましたが、そのうち1人は徐々に合意しました。他にも政府側が納得してもらおうと積極的に面談を設けたり、パク外相が直接会って説明したことなどが功を奏したのかもしれません。賠償金を受け取ったことでこの存命だった人物は裁判で勝訴していた日本企業の資産現金化手続きを6月に取り下げています。残る4人については日本政府からの直接の謝罪や賠償を要求しており、未だ拒否したままです。このため7月に入って賠償金を支払う韓国の財団は裁判所へ賠償金を預ける供託手続きを開始したと報じていました。供託とは法務局にお金を預けることで、これが認められれば賠償金を支払ったとされます。早く解決したい韓国政府からすれば速やかに認めてもらいたいと思うでしょう。しかしそう簡単にはいかないようで、韓国の地方の裁判所が次々と手続きを認めず供託を受け付けていないのだとか。財団側は不服としてさらに上の抗告を行っており、反対派との溝は深まるばかりです。
韓国国内で泥沼の裁判争いが繰り広げられているようですね。また国民も批判している人はいます。パク外相は日本企業に対して、財源については民間の自発的な貢献を通じて調達すると話し、日本企業に言及しなかったことが韓国市民にとっては不満となったのでしょう。政府に対して不満を持つ市民も多くおり、最大野党共に民主党のイ・ジェミョン代表は屈辱外交だと厳しく批判しています。実際2023年1月に行われた公開討論会でも、政府の最終案に反対する人たちが壇上に上がろうとして係員と揉み合う一幕もあったそうです。また韓国国民の中でも、今になって日本企業の財産を差し押さえてそれでも徴用工に保証するというのは筋が通らないと考える人も存在しています。実は終戦後に接収された日本企業は2300社を超えると言われているんです。日本人が朝鮮半島に残した資産総額は当時の通貨で52億ドル、工業化が進んでいたノースコリアに29億ドル、韓国には23億ドルを残していきました。これは今の値段で表すと約10兆円と言われています。このように韓国民の仕事を今現在支えているのは当時の日本企業と言わざるを得ないんです。そして消えた5億ドルも含めると、日本はかなり韓国を支えていたことになります。いずれにせよ国民には建て替えをした、肩代わりをしたといい、大事な部分を政府が黙ってしまったため余計混乱や不満を増やした結果と言えます。韓国経済は今かなりヤバい状況です。日本に見捨てられると大変なことになるでしょう。ですから元徴用工問題を早く解決したいところですが、解決にはまだ時間がかかりそうですね。さてそれでは最後に今回の話題に寄せられたコメントを一部ですがご紹介します。この韓国人記者が言ったようなことを日本政府が公式の場で発信すればよいのに。記者だって日本の支援がないと韓国経済がやばいってことを認識しているから、まともなことを言ったのであって、経済が立ち直ったら手のひら返しするだろうね。この記者の爪の赤を韓国中に配るべきだな。残念なのは政府側にそういった人がいないことだね。まともなことを言っただけで驚かれ、逆に何かがあるのではと思われるお隣さん、さすがです。帰国も退職も自由で、希望者にはタバコも支給されていたのに強制的に徴用されたって言い張るのはそもそも無理でしょ。いかがでしたか。今回は元徴用工への賠償問題を問いただされた韓国政府とその対応についてご紹介しました。今まで国民に明かされていなかった謎の5億ドル、本来であればすでに解決済みで日本が巻き込まれるはずのなかった元徴用工への賠償問題となりました。韓国政府は解決などの言葉を使わず、賠償も謝罪も済んでいることをもっと国内できちんと説明する責任があるように思います。そうでないと日本はとばっちりを受けているだけですよね。賠償問題は韓国国内の内部での揉め事だと理解し、いい加減日本に謝罪だ賠償だと要求するのはやめてほしいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。